はいどうも皆さんこんばんは、モッティーです。ということで今日もやっていきましょう。モンスターハンターダブルクロス実況プレイよろしくお願いいたします。ということで今日はですね、ちょっとスペシャルな内容でお送りしたいなというふうに思います。まあ普段モンハンの実況をご覧いただいていない方でね、まあ特にモンハンって何やってるかよくわかんないよって方が結構いらっしゃるみたいなので、今日はそういった方でも楽しめるようなそんな実況動画でいきたいと思います。で今日は何かと言いますと、このモンスターハンターダブルクロスの新しい要素で、ちょっとギャンブル要素というか、おみくじ要素というか、ダウニーガチャというか、そんな要素があるみたいなんで、それをちょっとね、やり方とともに、まあ早速やっていこうかなと、いうふうに思います。ということでですね、こちらルームサービスの猫ちゃんにですね、話しかけますと、マカレンキン、これがですね、モンスターハンターダブルクロスから新しく追加された要素らしくてですね、これ何かと言いますと、いらなくなったお守りを合成することによって、新しいすごいお守りを作り出すっていう、まあそういう機能ですね。まあその分、もともとお守りが大量に必要になるんですけれども、まあそれは大体モンスターハンタークロスをやってる人からすると、もう全然あり余ってるぐらいなんで、まあそれを、すごいいい神おま、まあいいお守りのこと、神お守りって言うんですけど、神おまにできるんじゃないかみたいな、そういうのをみんなやってるみたいなんで、僕もちょっと挑戦してみようかなと。で、もうすでに、準備は整ってます。一発目の神おまやってみたいと思います。ドン!おー、いいですね。せーの、ポン!さあ、鑑定すると、まあ、こんな感じで色とりどりのお守りが出てきます。で、この中で、神おまを引くことができるのかっていう、今日はそんな感じでございますね。まあ、とりあえず一個一個見ていきましょうか。せーの、ドン!うん、まあ、大したことないですね。まあ、基本的にはそうですね。スロットが全部空いてるのがいいのと、まあ、あとはこう、なんか、固有スキルのところの、まあ、固有スキルが欲しいスキルなの。のがいいんですけど、まあ、プラスが多ければ多いほどいいみたいな、そんな感じですね。じゃあ、一個一個見てみましょうか。はい。で、色によって、レア度が変わる。達人 6! スロット空いてればよかったですけどね。はい。おっと、あんまり良くないぞ。おっと、あんまり良くないぞ。あんまりいいの引いてないぞ。ドン。おっと、おっと、スロットが弱いぞ、今日は。スロットが上がらないぞ。スロットが空くことによってね、いい強化ができてる。おっの、お、んおんおんどうなん本気って。ほほほほ。ノリープラ7は、まあ、総中コン使いとしてはかなりいけてる感じのプラス7でスロスさんなんで、これはちょっとま、ありですよね。ありですよね。全然これはなかなかいいお守りなんじゃないですか。ええー。あー、まあ、なるほど。あ、あー、スロットは3つ空いてるんですけどね、こういうスキルがあんまり良くないみたいな。あー、これもそんな感じですよね。こんな感じでね、なかなか眺めてみるだけでもだいぶ面白いですよね。やっぱなかなかこう、ギャンブル要素っていうのはすごく美味しいもので、うん、なるほどね。まあ、それほどでもないですね。それほどでもない。それほどでもないのが最後に続いて、せーの、ドン。ああ、うん、まあ、そんな感じですか。とりあえずね、これは俺割とありだなって思った。すごい結構今日一もしかしたらあるんじゃないかなぐらいな感じなんですけど、そんな神おまを引きました。まあ、そんな感じで、今日はですね、こういった、お守りガチャをやっていこうかなというふうに思います。果たしてどのレベルの神おまが出るのかわからないですが、まあ、僕はちょっと挑戦、的な感じでやっていこうかなと思います。で、やり方はですね、このマカ不思議がいいんですか?一番これが一番いいらしいですね。マカ不思議錬金術っていうのを使ってですね、まあ過去にこう、ために貯めたものをですね、ぶち込んでいくといいらしいですね。まあそうですね。なので、お守りが1個、2個、まあ別に何でもいいんですけど、3個。はい。こんな感じで適当に入れて、はい。押すと、依頼ができたと、いう感じですね。で、これをですね、5個やると、よりいい感じらしいんですよ。なので、とりあえずは、あんまり、使わなさそうなお守りを、こういう風に、ガンガンぶち込んでいくことにより、いいのかなって感じですよね。ちょっと、考えながらなんですけど。まだ最初なんで、ちょっとまだ考えながらやっていくんですけど、まあなんか、スロットが空いてるやつとか、プラスがめっちゃ高いやつとか、そういったものは、基本的には選ばない方向性で、プラスが、そうですね、こんな感じで埋めていけば、なんか最終的に、それなりにいいんじゃないのかな。ノリプラ級とかいらなさそうですよね、なんか雰囲気的にね。雰囲気的にさっきの引いちゃったらもう儲けもんみたいなところあるんですけど、こういうのとかもいらないでしょ、多分ね。僕はこういうのもいらないでしょうね。はい。っていう感じで、5個予約しました。はい。で、これで一つ一つのクエストをクリアしていくごとに一個一個こうね、お守りができるわけなんですけども、まあそんな一個一個のクエストってめっちゃ時間がかかるんですよ。で、その時間がかかっちゃうのをいかにあっさりクリアして一個ずつお守りを引いていくかのやり方が実はあって、
それはですね、まあ皆さんご存知、ケルビマラソンっていうのがあるんですよ。何かというと、まあ村クエストの回、星1のこれ、森の中のケルビっていう最終クエストですね。これ古代林にいるケルビを買って、ケルビの角を3つゲットして、納品するだけっていう、まあそういうクエストなんですけど、何やらこれがですね、全クエストの中で一番最速で回せるクエストらしいんですよ。要はぐるん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 速攻で回せるんで、ガチ勢からすると、すごい楽しいらしい。で、それに必要なアイテムがただ一つあるんですね。これです。ケルビの角。はい。要は、ケルビ買って、そこからケルビの角もらっていって納品するクエストなんですけど、最初からケルビの角を持った状態で入ってしまえば、パッパッパッと終わってしまうという。よく考えましたね。ガチ勢の方。すごいですよね、本当にね。っていうものなんで、ちょっとこれを使ってどんな感じなのかデモンストレーションやっていきたいなというふうに思います。はい。ですね、アイテムポーチ開いて、ケルビ、納品やって、1,2,3 やって、はい、回答終わりー。ちょっとあえてゆっくりやりましたけど、これを、これかける3倍速ぐらいでガチ勢はやってるみたいですね。はい。これで終わったんです。何が起こったのかっていうと、本当はここにね、納品ボックスっていうのがあって、ここにえいえいえいつって入れて終わるんですけど、実はそうじゃなく、今みたいに操作することによって納品できる。はい。これ全部、モンハン、モッティリスナーモンハン部の方たちの知識の押し売りなんですけど、受け売りなんですけど、押し売り兼受け売りなんですけど、はい。なんですよ。っていうのができるっつって、僕は目が鱗でした。はい。そうですね。僕は、この辺のアイテムをいただいておこうかな。まあ、適当に。まあ、この辺ももういらないんですけどね。ほぼほぼね。大して美味しいアイテムではないので。うん。まあ、こんな感じです。これでもう1回終わりなんで、もうこれであとはまた再び、さっきの猫ちゃんに話しかけると、もう1個すでに、古びたお守りとか、風化したお守りがゲットできるようになってるわけなんですが、ただこれを、要は、5回1セット。5回1セットで回していくことによって、大量に風化したお守りとか、何ですか?古びたお守りみたいなのがゲットできるので、そこから神を間を引くことができるという。まあそういった感じの、まあ要は、何ですかね。他のゲームとかで例えたら、まあ普通にダウニーガチャですし、まあポケモンで言ったら、ポケモンとかで言うと、何ですかね、なんかいい例えありますかね、なんかいい例えあったらよかったらコメント欄とかに書いていただきたいですけどね。でね、もう一つね、あれなんですよ。オープニングで踊ってたこれあるじゃないですか。これをですね、この待ち時間の間にすることによって、風化したお守りの神尾魔率が上がるらしいので、これは皆さん、やった方がいいですね。うん。これやらないガチ勢の方多いらしいんですけど、これやることによって、神尾魔率が 0.1% 上がるっていうのが、攻略サイトに書いてありました。嘘です。はい。3秒63、遅い。じゃあちょっとあと3回回してみます。さあ、5回目終わりました。早速行きましょう。よいしょ。あは、変なの開いちゃった。さあ、興奮のあまり変なの開いてしまったが、さあ、とりあえずマカレンキー見てみましょう。あ、しっかりいけてますね。さあ、まあまあ、まずまずな量ですかね。行きましょう。せーの、ドン。あ、でも色合いは結構いいですね。なんか赤系のね、ものが結構ね、レア度高いので、まあ、その分いいものが引けるんじゃないかな、みたいな、そんな感じです。行きましょう。せーの、ドン。お、お、お、あ、あ、割とありじゃないこれ。属性、耐性で。死毒姫ってあれでしたっけ?リオレイヤーですよね。新死毒姫、G級のリオレイヤーのあれもついてて。あ、これはなかなか、結構超ガチ勢の人が使ったら使えそう。俺、宝の持ち腐れっぽいですね。いいですね。いきますよ、せーの、ドン。あーん、せーの、ドン。あっかん、これか、これか、あんまりいいかな。せーの、ドン。ゴミ、せーの、ドン。ゴミ、せーの、ドン。ゴミ、せーの。闘魂チャンス!ドゥンドゥンドゥン!せーの、ドン!ゴミ!せーの!なんだこれは?体力ってどうなん?体力ってどうなん?体力よくわかんないんですけど、ドン。なんかあんまですね、あんまですね、あんまですね。ちょっと右から行きますか。せーの、ドン。あ、まあまあ、まずまず。まあまずまず。まあ、まあ、あんまりだけど。せーの、ドン。うん、せーの、ドン。あ!ガード性能プライオン!これは割とありですか?ガード性能プライオンスロさんなんで、まあまあぐらいですね。まあまあぐらいですね。せーの、ドン。ちなみにこのまあまあとかいいんじゃねっていうのは全部僕の価値観なんで、みんな人それぞれ違います。はい。なんかスプラトゥーンみたいに 1.3 が正解ですみたいなのないです。せーの、ドン。
あ、これすごくない？ちょっと待って、プラジューだよ、プラジューだよ。ノート研磨、プラジューにスロニー。え、これだってプラジューにす、あのね、何がプラジューがすごいかっていうと、プラジューだともうつけた瞬間に能力発揮されるんですよ。で、ノート研磨って、ちょっとあんまり、ごめん、その辺詳しくないんですけど、多分あれですよね、ノートしたら、あの、剣の研ぎ率がちょっと回復するみたいな、そんな感じでなかったでしたっけ？え、めっちゃ良くないですか？めっちゃ良くないですか？これ結構、結構重宝しそうなんですけど、しかもスローニーだし。お！割とこの二つが、個人的には良さげな神尾間なんじゃないかな、みたいなこと思うわけなんですけど、果たしてこれを見ている、モンハン勢の方々は、首を縦に振っているのか、横に振っているのか僕には全然わからないですけど、まあ、全部いただいて、ちょっとこんな感じであと数回繰り返していきたいなというふうに思います。まあ結構回し方も分かってきたので、サクサクいけるかな。はーい、1秒9、来た。1秒83。さあさあさあ、5回回りましたよ。いきますよ、早速マガレンキン確認してみましょう。ドン。あ、ちょっと少ない。やっぱ、あれなんですね。この辺の量は割とランダムなんですね。あげまーす。ドン。あ、でもまあまあ、色合いは悪くないかな、ぐらいな感じの色合いですね。なんかちょっと、薄い水色がありますけどね。え、行きましょう。ドン。ゴミ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 。あ、でもなんか英雄の盾ってかっこいいですね。名前がかっこいいですね。せーの、ドン。ゴミ。ちょっと、スロット明るすぎじゃね？せーの、ドン。ゴミ、ゴミ。せーの、ドン。ノリ力もさっき超上位互換出ちゃってるんだよな、これ。ちょっとひどすぎないか、今回。大丈夫か？せーの、ドン。ダメだね。ラスト。せーの、ドン。まあ、切れ味プライオンスロニーだからな。でも他、代わりいろいろありそうですよね。探してったらね。まあ、ちょっと今回はね、正直どれもあんまり良くなかったですね。まあ、これが割と普通なんですよ。ね、残りの今までのやつが結構いいの引きすぎてる感が正直個人的にはあるかなとか思ってたんですけど、まあ、そういうのがあるので、まあ、あんまり気にしない方向性で行きましょう。よし。もうこの辺とかボンボンぶち込んどきまーす。1秒80。おー、あり。20個終わったぜ。さあ。これだいぶね、使ってない時間の方がね、大きいんじゃないかなって思いながら実況を撮ってるんですけど。あげますよ。ドン。あ、いい数。せーの、ポン。おー、いいですね。見ていきましょう。紙を巻きてください。ドン。ゴミ。せーの、ドン。ゴミ。せーの、ドン。ゴミ。せーの、ドン。あー、食事プラさんって何ができるんですか、わかんないですけど。ちょっと濃いピンクのレア10のやつの覗きましょうか。せーの、ドン。ゴミ。せーの。あ、でも回復量と疲労回復なんか同じ並んでるとなんか見た目はいいですよね。見た目だけ。せーの、ドン。うん。せーの、ドン。防御10。いや、これ、スロット3つ空いてたら、カビオマだったな、これ。これ、スロ10、スロ3空いてたら、カビオマだな。くっそ、マジか。まあ、こういう惜しいのを噛み潰していく。1個飛ばして、せーの、ドン。うん、せーの、ドン。まあ、プラさんだから多分使えないんだろうな。せーの、ドン。せーの、ドン。ちょ、尻切れトンボ臭くない？せーの、ドン。残り二つ、せーの、ドン。お、あー、そもそもレア銃で、スロさん引くのが難しいんですね。ラス一、せーの、ドン。水属性プラ12ですけど、まあ、プラ12ぐらいだったらね、他のお守りでも引けますからね、みたいな、そんな感じですか。いやー、結局、神尾間は何が一番神尾間だったかっていうのをちょっと最後に確認しましょうか。今回引いた神尾間の中で一番神尾間だった神尾間は、ま、これですよね。多分、総中コン使いとしては、ノリプラ7スロさんはかなり大きいんじゃないかなっていう気がすごいしてますよね。うん。やっぱスロットが3つあるっていうのはいいですし、やっぱま、ノリっていうのはほんとジャンプ攻撃が強くなって相手に乗りやすくなるので、もうその分、ね、そういう動きをする分には全然いいのかなっていう気はしてますよね。あとはまあ、これ、ノート研磨プラジューの。
ですか？あんまりこうつけたことないんでよくわからないんですけど、つけてみます？せっかくだったら。どういうのがつくんですか？まあ、こういうのも一つ一つ勉強ですからね、初心者からすると。挑戦者の納刀。なんだそれ。なんだこれか？これか？モンスターが怒り状態の時に納刀すると一定確率で武器が研磨されてる。あー、そうでもないかもな。あ、なんかそうでもないんですね。なるほどね。まあ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 、この辺は、おいおいまたやっていくかもしれないんで、ご好評いただけたら、おいおいまたやっていく可能性は十二分にありますので、まあそこら辺も含めてね、ぜひ、今後のモッティのモンハン実況に期待あげということでよろしくお願いします。さあ、いよいよ G3 突入で、いよいよここからは四天王戦ですので、四天王頑張って勝っていきたいと思います。次回のパートでお会いしましょう。モッティでしたー。こんな感じの回、久々にやってみたかったぜ。おつー。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。さあ、明日の生放送 YouTube ライブは、ポケモンサン&ムーミラクル交換ビンゴという企画がスタートします。ミラクル交換やりながらビンゴをやって、で、揃ったらなんとモッティの育成済みポケモンプレゼント。わーお！ではまた明日、あったかくして寝ろよ。